はい、こんにちは、ビッグボーイです。今日は、こちら、コンシューマー版のマインクラフトなんですけど、こちらは、現地時間9月4日にリリースされた、北米版の、プレイステーション4版のマインクラフトの製品版になります。で、本当につい最近、ついに次世代機版のマインクラフトがリリースされたばっかりで、まあ、これも、僕は以前、まだゆっくり実況やっていた頃に、北米のプレイステーション3版のマインクラフトの体験版の解説動画をゆっくりの方で出してたんですけど、まあ、こちらの方も、日本語化されてます。マインクラフト、プレイステーション4エディション。ということで、こちらは19ドル99セントで買いました。で、今回は、これを普通に、ぼっちで進めて実況とかしていきたいんですけど、あと解説も交えて、まあ、ちょっとこの動画はパート1ということで、解説とかを多めに交えて、プレイステーション3版との違いだとか、何が違うのか、あとまあ仕様だとか、いろいろわかりやすく説明していけたらなと思います。まあこれます。拠点なんですけど、まあまだ何もできてないので、まあ、まだ仮拠点って感じですね。無駄に顔文字とかにしてやるけど。で、まあ、ウィンドウとかは、多分、まあ、プレイステーション3のちょっと製品版は持ってないんですけど、多分この辺は変わらないのかな。あとは、スキンが、ここは3版はどうかわかりませんけど、まあ、一部、購入しないと使えないものもあるんですけど、結構いろんな種類が初めから使えるようです。この鍵マークがついてるのは有料です。あとはこのクリーパーとかも有料かな。有料って感じで、この辺も多分、3番とは同じかな。で、現在、この、発売されたばっかりなんですけど、確定して判明しているのは、プレイステーション3版のマップの36倍の広さのフィールドが、ちゃんと生成される、そうです。プレイステーション3版はマップ1枚分だったんですけど、それで狭いだとかなんとかよく言われてたんですけど、こちらは、多分36倍ってことは多分そのマップが36枚分のフィールドを、が生成されるっていう意味だと思うので、まあ、すごく広いと思います。はい、ではマップの広さについておさらいしたいと思います。マップの広さに関しては、プレイステーション3版が、こちらのようにマップ1枚分となっていて、端っこに行ってしまうともうこれ以上進めないっていう形になってて、マップ1枚、1枚有限という広さになっています。これではちょっと、足りないというか、少ないって人も、いるんじゃないかと思います。で、4版ではこれの36倍、まあ、つまりマップが36枚あると考えていいので、まあ、かなり広いというか、マップの広さについてはほとんど気にせず遊べると思います。はい、では次に、描写距離について説明したいと思います。こちらがプレイステーション3版の、マインクラフトスクリーンショットの描写距離です。手前に村が見えるってぐらいで奥はもう何も見えないって感じになってます。こちらがプレイステーション4版のスクリーンショットです。3では手前村しか見えなかったんですけど、奥のジャングルまで見えるようになってて、描写距離が3版より広くなってます。で、あとちょっと色合いも3版と比べてちょっと鮮やかになっている感じがあって、まあ、奥の方が鮮明で見やすいって感じに、4番は3番よりなってます。はい、いかがだったでしょうか。結構動画短めなんですけど、とりあえず現時点でわかるところは、解説してみました。で、これからもこのマインクラフト解説実況を続けていくんですけど、その時に、まあ、わかることがあれば、おいおい解説していくんですけど、
あとあの動物があのスリー版ではなんかあの増やせる量に限りがあるとかなんとか確かあったはずなので、4版でもそれは同じなのか、それとも同じ定位置でたくさん動物を沸かすことができるのかっていうのをちょっと鶏の卵とか使ってちょっと検証もしてみたいなとか考えてます。でまあこれからは特にコンセプトはまだ決まってはいないんですけど、まあ自由にやっていきたいなとか考えてます。まあそんなところかな。 あとまあこれはあの北米のソフトなので、あと丸×がひっくり返ってます。まあそこはまあ北米のソフトを遊んだことがある人にはもうお約束だと思うんですけど、さてじゃあ次回もこのプレイステーション4マインクラフトエディションのいろいろ進めていきたいなと、発展させていきたいなと思っています。あー落ちた一体ちょっと待って、今のところでうまく終わらせたかったんだけど、質問とかがあればコメント欄で受け付けるので分かる範囲でお答えしたいと思います。あと購入したい人はあの北米アカウントの作り方などをまあ等々調べてみて購入してみてください。あとあの3版の北米版を持ってる人はあの5ドルほどでアップグレード購入できるみたいなので、それも見てみてください。ではこんなところかな。次回もバリバリやっていきたいと思います。買いたい人は買ってみてください。北米のストアから19ドル99セントで買えます。はい、というわけでなんかシャクシャクが余ってるけど、はい、ご視聴ありがとうございました。